構そこから価値観変わっちゃいますよね。そうなんですよ、やっぱりあるのかもしれないって、はい、どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ今回皆さんご期待ください。もうね、このチャンネルの方たちからすると、マジで出てくれるのその人がという、はい、僕もちょっと興奮してるんですけどもね、はい、もうすぐにご出演いただきます。ではご紹介させていただきます。元呪いのビデオ心霊調査スタッフの森沢斗真さんです。お願いいたします。はい、お願いします。そんな感じで出るタイプじゃないです、多分。こういう人が作ってるんですね。あれって、あの呪いのビデオはこういう人が作ってたんですね。そういうことになりますけれども、俺多分こんな感じで出たことがなかった。多分なんか割とこういった映像制作する裏方の人ってそんな出側で出ないんで、はい、もちろんもちろん、だから多分珍しいのはあるとは思うんですけど、俺こんな感じじゃない。そんな映画のなんか記者会見とかでこんな なる感じの監督とかいないんで、横でハンドル上げやがってみたいな。ただね、やっぱり呪いのビデオっていうと、今もう何本ぐらい出てるんですか。もうすぐ100巻いきます。かあれ、ちなみにあれもう歴史もかなり古いですよね。もう大体もう20年はもう続いてますね。もうこういったね、まあ怖い話が好きな方たちも一度は絶対ねご覧になったと思いますけども、まああいった恐怖映像のまさにもう最高峰というか、はい、まあ一応その肩書きとしては心霊ドキュメンタリーの金字塔って言われてるで、ですよね。もうあの、はい、お分かりいただけただろうか。もうあれもう流行語大賞になってもいいんじゃないかと僕は思ってますからね。お分かりいただけただろうか。ちなみにあのお分かりいただけただろうかっていうのは、今もう監督としてねいろんな作品もやられてますし、はい、だからその映画監督という夢にこう入った時っていうのは、はい、じゃあどういった作品とかを撮りたいって人だったんですか。いや僕どっちかっていうとアクション映画とかSF とかそっち系が好きだったんですけど、スタッフになるって決まった時僕も改めてそのレンタル屋に行って借りまくったんですよ。でバーって見ていく中で、あ、なんかこれもこれで一つの作品の形じゃんってやっぱ思えたんですよね。だからこそそこでがっつりやって、自分でも心霊パンデミックっていう別のシリーズも立てて、はい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 、今でも YouTube で、そういった経験を踏まえてフェイクドキュメンタリーっていう、要はリアルの中を生かして映画を作るっていうか、リアルタッチホラーみたいな作品を作ったりしてるんですよ、うん、だからそういう風に変異してってくるんですけど、自分のやりたかったことと違ったかって言われても、いやまあこれ全然やりたかったなと思ったんで、まあこうね、自分がこう自然な流れで実は行き着いてたかもしれない。そうそう、はい、今お話出ましたが、はい、YouTube チャンネル、はい、皆さんもあのぜひ、ね、チェックしていただきたいと思います。チャンネル名が、あ、ホラホラファイルという、フェイクドキュメンタリーチャンネルで、まあ、いろんな怪談師さんとかがゲストで出ながら、心霊ドキュメンタリータッチの作品となっております。よろしくお願いいたします。まあ、かれこれ僕も、心霊調査スタッフ、まあ、その本当にあった呪いのビデオであったり、まあ、その心霊パンデミックとかいろんなもので心霊調査というのをしてきたことがあるんですけれども、その中で僕が本当に心霊調査スタッフをやり始めた時のちょっとエピソードなんですね。はい、まあ、皆さん心霊調査スタッフっていうのは何なのかっていうのが分からないかもしれないので、ちょっと簡単に説明しますと、基本的に心霊が映った、何か、幽霊が映ったと思われる映像がまず投稿されてくるんです。でそれを、まあ、僕らがそれを預かって、その映像を見て、これは何だろうって推測をしながら、現地に行って、で周りの人たちに聞いていったりだとか、投稿者の方に何か不幸があったらそれが何か関係あるんじゃないかなっていうのを調査していくっていうのが心霊調査スタッフなんです。で、まあ、やっぱりいかんせん何ヶ月もそこに徹する状態になるんで、いくつか映像が溜まってくると、まあ、遠方の方に心霊映像の現地を見ていこうっていうふうになると、まあ、まとめて調査をすることがあるんですね。はい、
だからまあその地方に行った時に、あ、この映像とここの映像近いからまとめてみようねみたいな感じで、うんうんうん、まあ、車で移動しながらそれでぐるぐる巡っていくんですよ。でその日行った場所っていうのが、まあ、結構某有名な関東の外れの方にある大きい湖があるんですね。まあ観光名所とされるもともと場所だったんで、周りにもともといろんな、まあ、寮だとかそういった泊まれるホテルだとかいっぱいあったんですけども、まあ、ほとんどがもう廃墟と化して寂れてるような場所で、もう本当にそこをなんていうんですかね、管理してる人もいないようなところいっぱい溢れてて、はい、まあ、ほとんどが心霊スポットっていう風に場所にあった。あ、そうなんですね、はい。でもう昼から夜にかけていくつか巡っていく中で、まあ最後のところに行く場所っていうのが、まあ寮ですね。もともと企業がまあ管理してた寮で、もう本当にもう管理もなくなってもう廃れた場所っていうのを調査することになったんです、うん、でその一緒にいてた助手の男とそこの現地に着いたんですけれども、その場所っていうのが、まあ、もうまず単純にバカでかいんです。どのぐらいでかいかっていうと、まあ、学校の校舎 3,4 階建てがもう5棟ぐらいあるぐらいのスケールなんですよ。だからもう着いた瞬間のイメージがでかっなんですよ、ね、はいはいはい、いやこんなでかいとこかっていうふうに思って、でも全然管理もされてないところでもうなんかもう自由に張り放題みたいなとこなんで、まあテニスコートとかなんですけど、もうボーボーに生え切ってて、うん、でちょっと遠く見たらもう鹿もいるじゃんみたいな感じで、で中も入っていくんですよ、はい、でここがどうなのかっていうと、もう要はもともとそこにもう住んでる方もいっぱいいらっしゃったんで、もう寝床もあるわ、キッチンもあるわ、うん、でそういった管理してる場所もあるわ、打ち合わせスペースもあるわ、会議スペースもあるわみたいなの、いろんな要素が詰まってるんですよ、うん、だからもうぐる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 巡るんですけれども、もう到底その映像とリンクして見つけるまでも時間がかかってしょうがなかったんです。 あの場所だっていうところがもうわからないわけですね。そうです。でその元々もその映像っていうのが、まあその女子大生の子たちが中を散策してる時に女性の霊が映ったみたいな場所だったんで、うんうん、ここどこだろうって思いながらぐるぐる巡ってたんですよ、うん、そしたらもうなんかこれ嘘みたいな話なんですけど、そのタイミングで初雪が降ったんですよ。へえ。その現地で、はい、でもうダーダー降りで降ったんで、うん、急に降ってきたもんだから、もうその一緒にいたスタッフの子も、あ、これやばいなって言って、多分このまま行ったらもう本当に膝ぐらいまで多分積もるなっていう話になったんですね、いやでもこれもうある程度ちゃんと見ていくよりも丹念に一個一個見てって、もう朝方まで行かないと多分雪もこんだけ積もってるから危ないし、ましては都内から来たんでスタッドレス履いてないんですよ。あ、なるほど。だからもう危険だなと思って、もうじっくり見ようってなったんですよ、うん、でも夜中になりながらぐる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 巡っていって、寝床であったりいろんなところを見ていったんですけど、一つすごく違和感の感じる場所があったんですね、はい、一つの校舎の4階のところの一番端の部屋があったんですけど、そこに大量の藁がもう天井届くぐらいにモリモリモリってあるんですよ、はい、なんだろうと思うじゃないですか、で辺り見ると、まあ、どうやら放火なのか燃やされた形跡があるんですよ、はい、なんだここはって思って気持ち悪く思ってたんですよ。そしたらその一緒にいた助手の子があれってなんか言うんですよ。ただ奥の方指さしてよく見ると、あ、これ屋上に繋がってますねっていう風に言ったんですね、うん、あ、じゃあまあ一通り見ようと思ってたから、ちょっとまあ雪がダーダーぶってるけれども屋上も見てみようかと思ったんです。で階段上がって屋上に上がると、まあまさにもう学校の校舎のなんか屋上みたいな感じな風になっていて、うん、でそこからもう遠くの湖も見えるし、あ、さっきあったテニスコートのボーボーのとこもあるねみたいな感じで見てたんです。でそこから自然と僕とその助手の子が、まあ、2つの道に分かれて、ええ、真ん中にその階段のとこがあったんで、そこから分かれてって行ったんですよ。で、まあ、辺りを見てるところで、まあ、遠くの方を見てる時に不意に遠くの方に助手の男の子と思われるなんか白い人影みたいなものが見えたんで、僕普通にその子の名前を「おーい!」って声かけたんですよ、はい、そしたらその白いもやが奥の方にふわっと消えてって追っかけたんですね、ええ、なんだろう。そしたらもう屋上の道の誰もいなくてファッて消えてったんですよ、うん、え、なんでっていうふうに思ったんですよ。でもうなんか気持ち悪くなったんで、僕大声でその子の名前をわーわーってもう叫んだんですよ。で、まあ、場所も場所なんでもう電波もないですし、ちょっと怖くなっちゃったんで
すぐに4階に降りたんですよ、ええ、そしたら普通にその女子の子が突っ立ってて、僕ちょっと怒り気味で、いやいやいやちょっと待って、なんでってなんで先に降りてんのっていうふうに言ったんですよ。え、違いますよって、屋上にもう森沢さんがいなかったから先に降りたんですって言ったんです。ええ、じゃあ俺何見たのっていうふうに思って、もうすぐにもう気持ち悪くなって、もう車の中の2人で戻って朝まで待つことにしたんです、はい、で後々ちゃんといわくを調べてったら、なぜかその藁があるその場所っていうのは定期的にその場所だけ、その4階のその場所だけ放火をやたらされる、うんうんうん、でやっぱりその場所自体にいわくみたいな会計はなかったんですけれども、やはりそこっていうのはしっかりと寝床もある場所ですし、結構そこにこっそり住み着いてた方が結構いらっしゃったと、はあはあ、でもう場合によってはこういうふうにお亡くなりになる方もいらっしゃるっていう情報を聞いていて、もしかして僕あの時見たものってのはそこから何か身を投げたものだったのかなっていう、ちなみにこれが僕が初めて経験した、僕正直言っちゃうとそういうの全く信じないタイプだったんでそういうのもビデオを、ね、制作してはいたけども、はい、自分が体験するなんてないと思ってたんですよ、はいはいはい、でやり始めて多分1ヶ月ぐらいの時でしたよね。あ、初めてその時そういうふうに思われるものに遭遇したって思って、一種思い出の瞬間だったって結構そこから価値観変わっちゃいますよね。そうなんですよ、やっぱりあるのかもしれないって、はい、でも不思議ですよね。だって森沢さんが普通にこう屋上でいろいろこう探してた時に、あっこうね、はい、助手の方がいらっしゃって、はい、おいって言ったらその方がファッと消えるわけですよね、はい、そうですね。であれと思って4階に下がったらその方は4階にいるわけですよね。そういうこと。じゃあさっきいたの誰なんだってなりますし、その助手の方は助手の方で森沢さん上にいないからって。そうなんですよ。でその助手の子も僕がいないということを気づいてか、ある程度声で走ったって言ってるんですよ。でも僕それ知らないんですよ。だその変なねじれもちょっと気持ち悪かったし、まあでも正直かなり雪も降ってて、もう疲れもあるのかなって正直思ってましたし、で冷静に考えた時に明らかに多分そこに幽霊が出るだなんて僕も常に思って見ていないので、ええ、人気があるって言ったらもうその女子の子って勝手にイコールにしちゃうんですよ。で一通り終わった後冷静に自分の中でその時見た光景を思い描いたら、やっぱりただの白いもやなんですよ。ああ、こんな自然とファッと見えちゃったんだなって思って、なんか異界の絵の扉を開いたのかなっていう、まあ本当にきっかけとしてのお話です。いやあの本当僕今すごい自分の初めて僕もそういうのがあるかもって経験した話、まあ、ここで話してるんですけど、はい、まあ、あるこう綺麗な、ね、高さのある橋があって、撮影をしてる時に横に女性が立ってたんで景色見て、でこの方がいなくなったら撮影しようかななんて思ってもう一回見たらいないわけですよ、はい、で足元見たら花束が添えてあったっていうことがあったんですね、はい、で実際そこでは2週間前に女性が落ちて亡くなってしまってたっていう。で僕はその時にすごい普通にそこにいる人ともう見間違いがなんかできないぐらい、その本当に普通にいらっしゃったっていう。あ、もう本当に当たり前のように、はい、うわあるんですねやっぱり。で消えてて、そこに花束があったんで、あ、もしかしたらって気づけたんですけど、だからその時も普通にそこに助手の方がいるとか、まあ人がいるっていうふうに思ってて、はいはい、いや多分本当にそうだと思いますね。いや多分かなり疲れてたのもあると思うんですよ、一日中巡っていたんで。でもまさか俺にそんなことがっていう、まあ本当に最初の頃でしたね。もうびっくりしました。え、もうそれ以降は不思議な体験とかはないですか？いろいろあります。ああ、じゃあそこからなんか多分トリガーが多分そこでついてしまったのかなっていう、うん、いやありがとうございます。じゃあその辺の話はまた次回、はい、ぜひぜひお伺いさせていただいてもいいですか、はい、すごいですね。呪いのビデオずっとこうでやられていた方がずっと幽霊信じてなかったっていうね衝撃の話もありましたし、でもやっぱりそういうものに触れているとそういった力が芽生えるのか、うん、これ多分僕の中での心霊に対する思いというか視線みたいなものはちょっと明白にちょっと言いたいなと思って、はい、お願いします。
投稿映像バン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 来るじゃないですか、正直ですか、もうほとんどのものはフェイクだと思ってます、やっぱり、はい、そのスタンスじゃないとダメだと思ってるんですよ、マジで、うん、でやっぱりでももしかするとあるかもっていうパターンって基本的にやっぱり映像来るじゃないですか、でそれの新なんかよく粒子見たらなんか変じゃねとかそういうことではなくって、その映像来ました、で現地調べます、でその背景とか起こってることだとかがどん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 と事実がつながってった時に、あれこれってもしかするとって思う時があるんですよ、その時に真実味をようやく感じるっていうところがあるので、映像だけであもうこれ本物だねって思ったことは一回もないです。あ、そうですか、そうです、皆さん実はですね、次回森澤さん厳選の映像を見ていただくという回、はいね、ありますので、はい、ぜひ、ね、楽しみにしていただきたいと思います。そして、ね、もう一度あの、はい、YouTube チャンネルの方をお願いいたします。僕が作っている、まあ、ホラーフェイクドキュメンタリー、ホラホラファイル、僕が頑張って、作品として YouTube で出しておりますので、ぜひご覧になっていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします、はい、概要欄貼っておきますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。そしてですね、こちらのチャンネルお階段巡りのお話を、映像化していただけるって話決まりましたんで、はい、お願いいたします。お願いします。じゃあ早速ね、スケジュールつけましょうか。この後了解です。すぐに書きます。ありがとうございます。というわけで今回は元呪いのビデオ心霊調査スタッフの、森澤斗真さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。お分かりいただけただろうか。いやもうあれもう流行語大賞になってもいいんじゃないかと僕は思ってますからね。お分かりいただけただろうか。ちなみにあのお分かりいただけただろうかっていうのは初代の監督の中村監督って方が今でもナレーションで収録してるんです。え、あれってあのプロのナレーターさんとかじゃなくて、じゃない、初代の監督さんの声なんですか。監督さんなんです。そうです。お分かりいただけただろうか。で、未だにやられてるんですか。未だにご本人がスタジオ行ってお分かりいただけただろうか言ってます。じゃあ未だにこう初代の監督がわざわざ来られて、はい、そのナレーションをって言ったら、はい、結構現場プレッシャーっすよね。プレッシャーですよ。しかも超売れっ子のもう映画監督さんなんで、だっていろんな作品も出されてますよね。そうなんです。今でも、もう劇場公開バンバンみたいな方なんで。でもお忙しい中やっぱり思い入れがあるんで、はい、この作品だけはもう未だにこうナレーション当てに来られるっていう。そうなんです。はあ、そうだったんですね。だから僕なんかやっぱもう裏方と要は監督側の人間なんで、中村監督って言ったらお分かりいただけただろうかの人というより映画監督の人として、わ、大先輩恐縮だって思いながらナレーションを取らせてもらいました。ごめんなさい、僕らからするともうお分かりいただけただろうかの方になっちゃうぐらいイメージ強いっすよ。でももう大監督ですからね。そうなんです。あ、そうなんですね、はい、いや何にも知らない、全部面白いですね話。だって100本ですよ。もうねビデオ屋さんに行ったらずらーってもう並んでて、夏だったりするとね、あーちょっと見てみようかな、怖いけど、すげえ怖いじゃないですか。もうとんでもない映像いっぱいあるんだけど、じゃあ今回これとかってこう借りると100本あるから、あれこれ前回借りたやつだったみたいな。あるあるですね。あるあるなんですよ。あるある同じやつをもう一回借りちゃうっていうね、これありがちなんですけども。あ、わかります。だからやっぱよくいろんな怪談師の方々が僕とお会いして呪いのビデオの話をなさるときに、やっぱ時期があるんですよね。やっぱ10代の夏休みとか友達と一緒に見たみたいな思い出があるんで、人ごとでやっぱ、あ、これね、あれねとか、あれよくなんか間違えて見ちゃったねっていうのがあるんで、それ聞くのが毎回楽しいです。僕はやっぱりあのエマですね。あれはもう度肝抜かれました。神社でね、エマがずらーってこうね飾られてるっていうね、ちょっと隙間あるんですよ。でそれがファッと向いた瞬間にその隙間から目がギロってこう覗いてるっていう、シュッてるんですよね。あれ本当に当時トラウマになりましたからね。しかもその絵馬にもなんか死ねみたいななんかすごい嫌なこと書かれてるんですよ、はいはい、なんだこれって言ってファッて出るんですよね。いや懐かしい。いや俺正直言っていいですか、俺島田さんが普段の僕 YouTube だったりテレビとか見てる中で呪いのビデオに関してとかそういったホラー映像作品みたいなことに関して喋ってるところを見たことがなかったんで。あ、本当ですか。こんなに
ご存知であったんだなってことに今僕感動してます。いやいやいや、僕なんかただのそのオカルト全般の変態ですから全部見てますよ特に呪いのビデオ見てない人いないでしょあ、そうですね、オカルトファンじゃなくても一回は通る道みたいな。はいはい、それ分かります、ね、なってますもんね。はい、あの本当に本当にわがまま言ってもいいですか。はい、もしよかったらなんですけど、このお階段巡りでこうね、いろんなこう階段がこう階段下さんの方も話されてるんですけど、なんかそういったものをこう映像化みたいなそう、急突ですけど、えめちゃめちゃ嬉しいです。本当に全然そんな嬉しい。だってこんなすごい方に今ごめんなさいね、はっきり言いますけど、どういうカンペ出してんだよ今どういうカンペなんだよと思って僕は今こわごわ提案させていただいたとかご相談させていただいたんですが、はいはい、いやもう何のためらう理由はないんですけど。本当ですか。この話の流れで来る球じゃないと思ったんで。いやいや、もう森沢さん、はい、こんな温厚なのに今どられにつけられるのかなと思って。いやダメんじゃねえぞこの野郎って言われると思って。そんなことないですか。全然もう嬉しいですよ、もうそれ。全然やりたいです、むしろ。え、いいんですか、むしろ。もう全超やりたいです。はい。視聴者の人もね、求めていて。どうですか。え、ちなみにその役者さん的なところとかも。はい、あ、僕がですか。いや、あのちょっとこっちでこうこの方でとかってなんか。あ、もう全然そんなん、僕それが演出家ですから、もうちゃんと調整してやりますよ。主役以外でなんで俺出ないですか僕はあのお芝居すごい下手なんですけど、ただね、僕の友達にね、はい、あの白谷渡っていうね、はい、あの元々お芝居めちゃくちゃやってて、はいはい、もう劇団の座長だったっていう、はいはい、バリバリの役者がいるんで、はいはい、白谷渡っていうちょっとまあ、内面はちょっと行かれててちょっと面倒くさいかもしれないですけどでも役者としてもねすごいやついるんですけど。あ、そうなんですね。はい、え、ちょっとぜひぜひもう、やりますよ、そんなもう絶対すごい展開ですね。ありがとうございます。視聴者の人にもうコメントもらえたらね、嬉しいですよね。はい、はい、あの例えばあの話、はい、あの話をなんかね、こう森沢さんのこう手で映像化とかっていうのいいんじゃないかとか、あと本当に見たいとか思ってくださる方いらっしゃったら、ぜひあのコメントの方に、はい、ぜひぜひお願いいたします。お願いします、ね。ご安心ください。あの僕は出ませんからちゃんと。いや出てほしいですけど。じゃ本当僕ご本人再現映像とかダメですか。何度も言ってるんですよ。あのコンフェンデンスマン JP。はいはい。っていう独自に呼んでいただいたんですよ、はいはい、島田秀平役で、はい、島田秀平役ですよ、はい、現場で俺演技指導されたんですよいやちょっとめちゃくちゃ恥ずかしい。自分役もできないんですか。自分役すらできないんですそれはちょっと問題です、ね、監督さんから島田さんそうじゃないんだよねっていう各出演者スタッフさんの前で俺演技指導されたんですか一番自分を知ってる人が指導されるんですよ、ね、そうなんですよぐらいの人間なんで、ちょっと僕はあの多分クオリティ下げてしまうんであれですけど、はい、あ、そうなんです。あ、でもこれでちょっと一瞬脱線するかもしれないですけど、新事故物件っていう映画ご出演なさってました。あ、はい、あのトカナのね、そうです、はい、住井由紀子さんがなんかこう、はい、総合プロデューサー的なやつで、そうです、そうです、はい、あれの監督が僕の今やってる心霊パンデミックっていうシリーズでダブル監督なんです。うっそ、めちゃくちゃあの監督これ好きなんですよ。そうなんです。こんな俺を全部肯定してくれて現場でもうほんと優しくしてくれて、はい、であの監督さん素晴らしいと思ったのが、もちろん台本もある、あの監督さん、はい、監督さんが台本脚本書いてるんで、はい、なんですけど、それで一回自由にみんなとりあえずやってみようってやって、そこで何か生まれたりするともう全採用してくれるんですよね。わかります。めちゃくちゃ柔軟なんですよ。そうなんです。いや、というかもうあの監督さんの方針というか考え方って、あれってもうすぐ第2弾出るじゃないですか、はい、でその現場で僕今回出演するんですよ。え、で、まあ、オープニングの映像とかもちょっと一緒に作らせてもらってて、現場見させてもらったんですよ。その佐々木くんっていうんですけどね、もう今もグイグイ来てる子なんですけど、はい、演出の時に映画っていうものはみんなの表現の、集合体だから、まずみんな伸び伸びとやって、まず解放して表現してくださいっていうのを見て、うわぁ、こんなこと俺一緒にずっとやれてたんだと思ってちょっと感動したっていう話があって、まさにもうその時ね、うん、あの女優さんとかグラビアの方とか、あとね、うん、俳優さんとか、あと僕なんかっていうもう異質なメンバーで一つのシーン撮るんですけど、まずどうぞって、うん、でみんな各々がやっぱり思い思いね、良かれと思ったやつやるじゃないですか、はいはい、したらゲラゲラ笑いながらとか、うん、いいっすねとかでも声出しながら一回なんかこう見てくれるんですよ。わかります。あ、やっぱ
そんな思い出があったんですね。大好きな佐々木くん、はい、よかったね。あ、佐々木さん、はいはい、いつでもあのオファーお待ちしてますんで、はい、いやいや、ごめんなさい、多分佐々木さんはもう島田コリコリと思ってました。